はい、どうも皆さんこんにちは。クラウドエースのラリオスです。普段はエモーショナルエヴァンジェリストとして Google クラウドのいいところを皆さんにお伝えしたり、 Google クラウド認定トレーナーとして活動しています。さて、今回は5分でわかる Google クラウド第4回目ということで、 Google が提供するパースのサービス、 Google アップエンジンについてお話をしていきます。まず Google アップエンジンとはということなんですが、この Google アップエンジンは Google が提供する高いスケーラビリティとアベイラビリティを持つパースのサービスです。まあ、他社のサービスですと、例えば AWS さんではエラスティックビーンズトーク、 Azure さんではアップサーバーなどが挙げられます。そしてこの Google アップエンジンは GAE と略します。では GAE の特徴を見ていきましょう。大きく3つあります。まず1つ目は、ユーザーはアプリケーションのコードを書いてデプロイするだけです。しかも G クラウドアップデプロイというコマンド1つでアプリケーションをデプロイすることができます。そして2つ目、アプリケーションを実行するためのほとんどを Google に任せることができます。例えばアプリケーションを実行するためにサーバーを何台用意しようかなとか、メモリをいくつにセットしようかなといったようなインフラの管理をする必要がありません。そうしたインフラの管理は Google に任せることができます。つまりユーザーはアプリケーションの開発に専念ができるということなんですね。そして3つ目、ある日突然秒間100万リクエストのようなトラフィックがやってきた場合でも、瞬時に自動でスケールアウトしてくれます。まあ、急激なリクエストを予測して事前に準備をしておく必要がないんですね。まあ、リクエストがやってくれば自動的に Google がサーバーを増やしてリクエストをさばいてくれます。まあ、非常にスケーラビリティの高いサービスなんですね。そして GAE にはスタンダード環境とフレキシブル環境の2つの環境が用意されています。まあ、これらの環境の詳細については概要欄に公式ドキュメントのリンクを貼っておきましたので、ぜひそちらをご覧ください。まあ、ここではいくつかピックアップしてお話をしていきます。画面の左側がスタンダード環境、右側がフレキシブル環境を表しています。まず一番上のソースコード、スタンダード環境においてはサポートされているプログラミング言語の特定のバージョンでコードを書く必要があります。一方右側のフレキシブル環境では特定のバージョンに縛られず、いずれかのバージョンでコードを書くことができます。そして上から2段目、実行環境。スタンダード環境においてはサンドボックスと呼ばれる制約のある環境でアプリケーションを実行する必要があります。まあ、Google が提供しているランタイムの上で実行する必要があるんですね。一方右側のフレキシブル環境ではこのサンドボックスの制約がありません。 Google が提供しているランタイムを使ってアプリケーションを実行することができますし、さらにそのランタイムをカスタマイズすることもできます。しかも独自の Docker コンテナをデプロイすることも可能です。そして3段目の SSH アクセスや4段目のローカルディスクへの書き込み、スタンダード環境についてはいずれも不可となっていますが、右側のフレキシブル環境ではいずれも可能となっています。まあ、このように右側のフレキシブル環境は制約がなく柔軟に使っていただける環境になっています。だったらフレキシブル環境を使えばいいじゃんと思った方もたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、ここにスタンダード環境とフレキシブル環境のトレードオフの関係があるんですね。それが下の2つです。まずインスタンスの起動時間、スタンダード環境では秒単位でインスタンスが起動します。だから急激なトラフィックの増加があったとしても対応することができます。一方フレキシブル環境はインスタンスの起動時間が分単位になってしまいます。ですから急激なトラフィックの増加に対応するということは苦手としているんですね。そして一番下の料金モデル、
左側のスタンダード環境は無料枠を超えたインスタンスの起動時間に対して課金されます。さらにリクエストがない時にはインスタンスが0までスケールインをしてくれますので、その間は料金がかかりません。一方右側のフレキシブル環境はリクエストがあってもなくても利用している時間に対して料金がかかるというモデルになっています。ですから皆さんがアプリケーションを実行したいと思った時には、その要件とこの環境それぞれの特性を照らし合わせてどちらの環境を使うのかということを選択していただく形になります。そして GAE にはトラフィック分割という便利な機能が搭載されています。このトラフィック分割はアプリケーションのバージョンごとにトラフィックを分割して割り当てることができる機能です。トラフィックを分割することができるので、例えば画面の左側にあるようなブルーグリーンデプロイメント、古いバージョンのアプリケーションから新しいバージョンのアプリケーションに一気にトラフィックを割り当てる、切り替えて割り当てるということができます。そして真ん中のカナリアリリース、新しいバージョンのアプリケーションにはトラフィックの一部だけを流しておいて、しばらく様子を見て問題がなければ全てのトラフィックを新しいバージョンに流すといったカナリアリリースの使い方もできます。そして画面の一番右側にあるようにトラフィックを均等に分割して割り当てて AB テストを実行することも可能です。GAE にはこのようなトラフィック分割という便利な機能も備わっていますので、皆さんぜひ覚えておいてください。それではまとめに入っていきたいと思います。スタートアップ企業や新規ビジネスなど、インフラ管理にリソースが割けない、あるいは収益化の見込みが未知数であるなど、そういった場合にはまず GAE でスモールスタートしてみるといいかもしれません。ただし GAE は高機能でメリットがたくさんある一方で一定の制限がありますので、 GCE や GKE など他のサービスとも比較しながら開発要件に合うものを選んでいただくと良いと思います。そしてクラウドエースでは Google クラウドに関する SI やコンサルティングも提供しています。さらに Google クラウドの認定トレーニングも提供していますので、 Google クラウドのことでお困りことがあったり、 Google クラウドの認定トレーニングを受けてみたいという要望があるときには、いつでもお気軽にクラウドエースにお声掛けください。というわけで第4回目は Google が提供するパースのサービス、アップエンジンについてお話をしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。第5回目は Google が提供するコンテナの実行環境、 Google Kubernetes エンジンについてお話をします。ぜひ第5回目でもお会いしましょう。というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価をお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。